ティム・バートンはアメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、芸術家、元アニメーター。現在はイギリス・ロンドン在住。ディズニーのアニメーターとしてトロンなどに参加後、実写短編、フランケン・ウィニーを演出。1985年に P.E.W.E. の大冒険で長編映画デビューした。少年期はエドガー・アランポー作品を原作とする映画に主演する。 ビンセントプライスに熱中していた。ストップモーションアニメーションの第一人者である例ハリー・ハウゼンに多大な影響を受けており、作品からもそれを伺うことができる。ティム・バートンのコープス・ブライドを制作する際には、制作チームとともに、ハリー・ハウゼンに会いに行っている。ティム・バートンの名優であるヘンリー・セリックは、バートンの映画の作風について、ドクター・スースと、 ドイツ表現主義映画の融合体と表現している。ゴジラ少年期はゴジラ映画の役者になりたかったとも語っている。熱烈なゴジラファンとして有名で、1992年には映画ゴジラ VS モスラの制作現場を見学したことがある。この時にゴジラの生みの親、田中智之、特技監督の川北孝一と会見している。 この年以降の数年間は年に一度は撮影現場を見学に来ていたという。それ以前にもデビュー作である p v e の大冒険にゴジラとキング・ギドラを登場させたり、シザー・ハンズでは主人公エドワードが植木をゴジラと思われる形に整えたり、1997年に自身が制作したマーズ・アタックにゴジラを登場させたりした。また、同作のクライマックスも ゴジラシリーズ第6作、怪獣大戦争を元にしていると本人は語っている。バートンが監督した映画のキャストには、コメディアンや、元コメディアンを起用することが多い。また、バートン映画に起用される前に何らかのホラー映画や、SF 映画、ファンタジーに出演した俳優が多い。バートンが監督した映画、テレビの音楽の多くは、ダニーエルフマンが担当している。 ジョニー・デップとのコラボ作がシザー・ハンズ、チャーリーとチョコレート工場、アリス・イン・ワンダーランド、ダーク・シャドウほ他8作と数多い。それに次いで2012年現在バートンのパートナーであるヘレナ・ボナム・カーターが7作と多い。キャメロン・クロー監督のシングルスやバットマン・リターンズにペンギン役で出演したダニー・デビートが監督をしたホッファなどに役者として仮面を出演している。 ウォルトディズニースタジオに雇われていた頃は、クローゼットの中に座り込んで出てこなくなったり、机の上に座ったり机の下に潜り込んだりといった、気候を繰り返す、問題児であった。無口で人付き合いが苦手で、同僚たちからは口が聞けないとしばらく思われていた。バートンは、ドイツ生まれのアーティスト、レナギーゼケと結婚するが、彼らの結婚は4年後の1991年に、 破局。その後、モデルで女優のリサ・マリーと一緒に暮らし始め、彼女は1992年から2001年までの関係の中で、彼が作った映画、エドウッドとマーズ・アタックにも出演した。しかしバートンは、プラネット・オブ・ザ・イプス、猿の惑星の撮影中に出会った、イギリスの女優、ヘレナ・ボナム・カーターと恋愛関係になり、リサ・マリーは非常に落胆し、 2005年にバートンが残した個人的な持ち物をオークションで売り払った。バートンとヘレナ・ボナム・カーターの間には二人の子供がいる。2003年に生まれた息子のビリー・レイモンドはヘレナ・ボナム・カーターの父親にちなんで名付けられた。2007年に娘のネルが生まれる。2014年12月にヘレナ・ボナム・カーターのスポークスマンは彼女とバートンがその年の初めに 友好的に別れたと言った。彼らが結婚していたかどうかは不明。ヘレナ・ボナーム・カーターは、彼らの関係の終わりを議論するときに、離婚という言葉を使用したが、他の報道機関は結婚したことがないと述べている。犬が大好きで、デビュー作からの犬の主演やディズニー時代には、犬のキャラクターに対する滑らかな動きの描写からも伺える。バットマン・リターンズの宣伝で、 初来日して、以来、映画の宣伝のために何度も来日しており、多くのテレビ番組にゲスト出演している。2006年に来日した際には、デジタルハリウッドの東京本校で、ナイトメアビフォアクリスマスディズニーデジタル 3D の公開を記念しての特別講義が開催された。またバートンは、日本の歌手ディオクロイロスミレのファンであり、来日時には必ず会いに行くという。 宮崎駿が金熊賞を取った際、ずっと手書きを続けていることに驚愕するとコメントしている。ありがとうございます。